そうですね、結構こう難しい質問だなというふうに思うんですよね。いや、なんとなくこう映画っぽくて横長の方がかっこいいかなと思ったというのが単純な理由ですね。スズメの成長物語なので、もうヒロインの名前がタイトルになることは、そのこと自体は僕は意外にふさわしいなというふうに今は思っています。ですから、そのカレーが好きなんですって言って、なんでカレーが好きなんですかって言われても、いや好きだから好きなんだっていう答えになってしまって、自分の住んでいる場所とかが自分で好きになれないと生活していくのって辛いですもんね。そうですね、今ならばできると思いました。そうですね、その一つのきっかけは、僕が、自分の地元である長野県という田舎に帰った時のことです。普段は東京に住んでいるんですけれども、年に1回2回ぐらい地元に帰るんですね。それはこう山に囲まれた田舎なんですけれども、帰るたびに、人が減っていて、町がだんだんこう寂しくなっていくんですよね。だんだん寂れていって、空き家が多くなっていきます。そういう光景を見ると、日本中でいろんな場所で人が減って人が住まなくなってしまった廃墟であったりとか、あるいは自然災害によって人が住めなくなってしまった場所が増えていることに気づくんですね。なので、そういうその人のいなくなってしまった場所を舞台に何か物語が語れないかというふうに考えたことが最初のきっかけです。そうですね、まずその最近の3作が全て災害をテーマにしているというのはその通りだと思います。でも毎回災害のことを描こうと思ってアニメーションを作り始めるわけじゃないんですね。例えば今回のスズメの戸締まりで言えば、廃墟をめぐって今の日本を旅をしていく冒険物語を描きたいと思って考え始めたんです。でもストーリーを組み立てていくと、どうしても災害が映画の中に入ってきてしまう、そういう感覚があるんですね。なぜかというと、多分僕たちの生活が、災害と隣り合わせだからだと思います。災害が増えているからだと思います。ですから、現代を語ろうと思った時に、どうしても僕にとっては災害が避けて通れないということなんだと思います。2011年の災害をなぜ、今描いたのかというご質問に関して言えば、今だから描けたということはあるかもしれません。2011年の東日本大震災というのは、本当に僕にとってもそうですが、日本全体にとってとても大きな災害だったんですね。日本全体が変わってしまうぐらい大きな災害で、今に至るまで復興は終わっていません。今でも自分の家に帰れない人が何千人もいるんです。ですので、これが数年前であれば、とてもエンターテインメント映画の中で僕はまだ描く気持ちになれなかったでしょうし、日本人もエンターテインメント映画の中で3.11 を扱ったような映画を見る準備ができていなかったと思うんですよね。でも、あれから12年経つからこそ、僕も今であれば何か語ることができると思いましたし、日本の観客も見てくれるんじゃないか、今だったら見てくれるんじゃないか、そういう気持ちに自然になることができました。そして、最初に言ったように、まだ震災の災害自体は終わっていませんので、終わった出来事ではないので、ずっと自分の中にも残り続けていて、多分災害が起きてから、僕はそのことをこうなんとか、アニメーション映画の中で何らかの形で触れたいとずっと思い続けてきて、それがようやくできたのがスズメだったのかなというふうに思います。そうですね、なぜなんだろう僕がそうですね、最初にアニメーションを作り始めた時っていうのは、僕は最初アマチュアでゲーム会社に勤めていたんですね。ゲーム制作をやっていたんです。ファンタジーロールプレイングゲームのようなものを作っていたんですね。剣と魔法の世界です。ダンジョンズ&ドラゴンズ的なね、剣と魔法の世界をずっと仕事で描いてきて、そのこと自体はすごく楽しかったんですけど、でも仕事でずっとファンタジーを描いてきたから、自分の現実の生活のことをだんだん語りたい、描きたいという気持ちが強くなってきたんですね。仕事では大草原や、ドラゴンのようなものを描いているけど、
僕の現実の生活は毎朝電車に乗って会社に行ってコンビニでご飯を食べて最終電車で戻ってきてっていう生活を繰り返しているわけです。そういう、まあ、東京での生活を自分自身でこう愛することができるような物語を描きたいという気持ちにだんだんなってきて、それで現実そのものを救い取ったようなアニメーションを作り始めました。まあ、スタートがそうだったので、まあ多分僕は今でもその現実そのものを自分なりに語り直したいと思ってアニメーションでそれをやっているんだと思います。これはもしかして世界中の皆さんがやっぱり監督の作品を見てやっぱり自分の生活もこうだなっていうそういう近さを感じることができる魅力なのかもしれないですね。だとしたら嬉しいですよね。やっぱりその自分の住んでいる場所とかが自分で好きになれないと生活していくのって辛いですものね。僕も自分のいる場所を好きになりたくて、アニメーションを作り始めたような気はしますね。なんとなくこう映画っぽくて横長の方がかっこいいかなと思ったというのが単純な理由ですね。やったことなかったのでトライしてみたかったと。もう見てすごいなんか壮大感ですか、すごいビッグな感じがすごい伝わっていて、すごいもうこのあと多分 IMAX で3回ぐらい見直そうと思ってる、はい、嬉しいです。この映画って、まあ、日本列島を西から東に移動していくロードムービーなんですよね。で、日本列島というのは、まあ、横に長い島国なので、まあ、その移動を表現するのに横長のシネスコというのは、まあ、結果的にですけどふさわしかったのかな、ふさわしかったような気は今はしてますね。日本語のスズメの戸締まりというのは、まあ、まずその英語でスズメというタイトルになっているのは、まあ、僕が決めたというよりは海外のいろんなディストリビューターの人に意見を聞いて、まあ、戸締まりっていう、こう日本語の言葉が分かりにくいから、まあ、スズメがいいんじゃないかっていうことに最終的にみんなと相談して決まったんですね。戸締まりっていう日本語はただ扉を閉めるという扉を閉めるというだけではなくて、何かこう大切なものを守るというようなニュアンスが日本語の戸締まりにはあるんですね。ですから日本語タイトルのスズメの戸締まりは、スズメが何か自分の大切なものをこう、まあ、閉じるんだなというニュアンスは日本人には伝わっていたんだと思います。例えば中国語には戸締まりに相当するような言葉が、まあ、ない、まああっても多分ぴったり重なる意味がないから、中国語のタイトルはスズメの旅なんですね。で、まあ、英語のタイトルはとてもシンプルにスズメというね、ヒロインの名前になったんですけれども、僕はそれはそれで実はとても気に入ってるんです。シンプルで力があるし、何よりこの映画というのはスズメという少女が、スズメの成長物語なので、もうヒロインの名前がタイトルになることは、そのこと自体は僕は意外にふさわしいなというふうに今は思っています。無理かも、難しいよ。新しい色になろう。はい、あ、分かりました。まず原菜乃華さんと仕事を初めてした感想は、まあ、本当にこうすごく声がいいなと、まあ、声がいいから選んだんですけども、とにかく僕は個人的にすごく彼女の声が好きでしたし、あるいは僕だけではなくて、なんか多くの人が聞いただけでその子のことを好きになってしまうような声を、原さんは持っているなというふうに思いました。天性のね、本当にこう彼女の才能、大きな才能の一つが声そのものだと思いました。そして、まあ、僕の過去作のヒロインであった、まあ、上白石萌音さんや森七菜さんに何かアドバイスをもらったかというところで言えば、僕自身は、まあ、アドバイスをもらったりはしてないですし、多分、菜乃華さん、原菜乃華さんも、まあ、菜乃華さんにとっては大先輩なので、萌音ちゃんや菜奈ちゃんはですから、とてもアドバイスをもらえるようなことはできなかったんじゃないかなというふうに思います。モネちゃん、な、三葉ですよね、三葉役の、モネちゃんと、ひな役のナナちゃんは二人とも完成したスズメを見に来てくれたんですよね。スズメを見てくださって、僕に連絡してきてくれました。で、そのメッセージの中には、原菜乃華さんの芝居が素晴らしいと、本当に良かったと、
ですからどうか原さんに自信を持って自分が素晴らしい仕事をしたんだというふうに誇りに思ってくださいと、そういうふうに原さんに伝えてくださいと彼女たちはこう僕に言ってきてくれました。ですから自分たちの後輩にあたる菜乃華さんの仕事を先輩彼女たち2人もきっとすごくこう強く認めてくれたんじゃないかなというふうに思います。僕の個人的な感想になるかもしれないんですけど、この作品を見てやっぱり原菜乃華さんの声は本当に心にじんときまして、本当ですか、はい、もう涙もティッシュ持ってなかったんでマスクがびちゃびちゃになるぐらい泣いてしまいました。菜乃華さんに伝えます、多分すごく喜びますよ。そうですね、最初にそのラッドウィンプスの、まあ、野田洋次郎さん、まあ、洋次郎さんというのがラッドウィンプスのボーカルで僕はいつも一緒に仕事をやってる人なんですけど、ラッドウィンプスの洋次郎さんと最初に話した時に、まあ、お互いに最初からこう思っていたのは、今回は僕たちだけではなくて誰かもう一人ミュージシャンに参加してもらいましょうっていう話は最初からしていたんですね。それはやっぱり僕たちはその君の名は天気のこと2作一緒にやってきたけれども、まだ何か足りないものがあるっていうふうにこうお互いに思っていたんだと思います。その足りないというのは映画館で見るための映画館で聴くための音楽を作るということです。ラッドインプスっていうのはロックバンドなので、まあ、基本的には彼らはまあ CD を出してライブをやって、まあ、その繰り返しなわけです。でその CD っていうのは LR、ステレオ音源なわけですよね。こうスピーカーが2つなわけです。ですからラッドウィンプスはずっとその LR2 チャンネル2チャンネルの世界でずっと音楽を磨いてきた人たちなわけですよね。でも映画というのはもっとスピーカーがたくさんあるこう 5.1 チャンネルが映画ですから、そういうこう映画館のスピーカーに特化したような音楽の作り方、そういうノウハウを持っている人と今回は一緒にやりたいというふうにお互いに考えました。それで見つけたのが陣内さんです。音楽にすごく感動しました、はい、音楽だけ聴いてもすごい感動的な、うん、洋次郎さんの作った音楽を陣内さんはこう本当にその映画館で聴くのにふさわしいそのもう 5.1 本のスピーカーを全てフルに使ったような音楽にしてくれて、本当に僕も彼が本当にこう大きな貢献をこの映画にしてくれたと思っています。理由、そうですね、結構こう難しい質問だなというふうに思うんですよね。自分の好きなものの理由を聞かれてもなかなか答えられないことってあるじゃないですか。そのカレーが好きなんですって言って、なんでカレーが好きなんですかって言われても、いや好きだから好きなんだっていう答えになってしまって、僕は多分そのやっぱり恋愛物語が好きだし、痛みからどのように回復するかという物語も好きなんだと思います。それがなぜ自分が必要としているのかっていうのをこう、ね、なんか心理学的に分析するのは自分自身ではなかなか難しいですね。多分その僕はどこか子供だった時の自分自身に向けて映画を作っているような感覚があるんですね。まだ10代だった時の高校生とか中学生の自分に向けて作っている、こういう映画を見たいでしょう、こういう映画があなたには必要でしょうという気持ちで作っているというところがあります。多分10代の頃は、まあ、ラブロマンスで言えばこう未知の相手への憧れ、自分の知らない誰かへの憧れがすごく強くあったし、あるいはやっぱりいろんなことでこう10代の頃ってすごく小さなことでも大きく傷ついてしまって、そこからどういうふうに回復したらいいんだろうというのは自分にとって大きな課題でしたから、なので当時の彼が当時の自分が必要としているようなものをどこかね今でも作っているのかもしれないですね。後ろ戸からはスズメ災いが出てくる。君は閉じなきゃいけないでしょ、ここ。お前は邪魔、絶対に助けに行く。君が鍵をかけろ。あんたはなんか大事なことをしちょるような気がする。お返し申す。お返しします。行ってきます。